しょ。どうもクロスロードラボです。今日届いた荷物はこちらになります。はい、これね、出落ちかなっていう感じなんですけど、はい、一応ちょっと開けてみましょう。もしかしたら違うかもしれないですよね。うん、すごい、こんな袋があるんですね。京都蒸留所の袋ですね。これ木の美っていうね、クラフトジンがあるんですよ。そこのその、蒸留所の袋です。はい、これはね、中身は何か分かりません。あ、でも違うのかな、袋使ってるだけかな。ただ、あ、中はね、すごい重い。うん、ちゃんと段ボールでした。これ手紙かな。手紙が貼り付けられてます、はい。うん、手紙はちょっと置いておきましょう。まず中ちょっと開けてみますね。よし、どん。うん、あ、やっぱり、なんだろうこれ。京都蒸留所のものには間違いないんですが、初めて見ました。木の実京都ドライジンね、うん、こういうやつ見たことある人いますかね。まあ、とりあえずこれちょっと置いておきますね。で、あ、箱がある。トーティスティロリー。あ、もしかしてこれはちょっと嬉しいですね。なんとグラス、京都蒸留所のグラスです。ここね、あの、ちなみにウイスキーの蒸留所じゃないです。あの、ジンの蒸留所です。これいいですね。ちゃんとこのスニフターリットがついてます。これね、すごい。そしてじゃん、木の実、何エディションって言うんだろう。すごい。これね、今読んだら、何エディションって言うんだろう、 K エディションっていうのかな。なんとね、アイラ島のあのキルホーマンの樽で寝かせたジンなんでしょうかね。シングルモルトカスクって書いてますね。うん、そうですね。そしてもう一本入ってます。盛りだくさん、ハウスジン。お、すごい、なんか高そう。木の実ハウスジン、これ蒸留所限定でしょうかね。ハウスジンってことは、はい。そしてさらに袋までついてきてます。あ、そうか、この K っていうのは京都蒸留所の K なのかな。うん、そうですよね。ありがとうございます。なんかこれ蒸留所行かれたんですね。なるほど。それでは早速手紙読んでみたいと思います。今日はジンですね。はい、それでは手紙読んでみたいと思います。あ、なんかすごい。クロスロードラボ様、いつも動画を楽しく拝見しています。また突然の荷物となってしまい申し訳ありません。届いたシリーズを見て、ぜひ地元のお酒をご紹介していただきたいという気持ちが抑えきれなくなってしまい、こうやってお手紙をお送りしております。なるほど、京都の方なんですね。もし趣旨に合わないネタかぶりなどありましたらご処分いただければと思います。1年ほど前にたまたま YouTube のおすすめで表示されたクロスロードラボ様の動画を拝見し、その落ち着いた語りと豊富な知識に魅了され、今では最も新作動画を楽しみにしているチャンネルとなっております。ありがとうございます。私自身お酒の知識はマスターの足元に及びませんが、動画制作にかかる手間が少しでも軽減されればと思い、お送りさせていただいたお酒について簡単にご紹介させてください。あ、なるほど、ありがたい。全然この木の実についてね、知識がないので、ちゃんと説明書いてくれるとありがたいですね。お送りさせていただいたのは、今や私の地元京都を代表するお酒の一つともなったクラフトジン木の実です、はい。ただスタンダードの木の実は動画などからすでにお店のラインナップにあると思い、少し変わったものということで、木の実エディション K、 あ、やっぱエディション K っていうのか、これですね、
キルホーマンの K ですね、多分ね。違うのかな。木の B ハウスジン、そして木の B ファウンダーズリザーブ、はい、ウイスキーみたい。サードアニバーサリーボトリングですね、これはの3種類を送りさせていただきます。木の B ハウスジンは2020年6月1日にオープンした初のオフィシャルショップザ・ハウス・オブ・木の B限定の商品となります。施設内にある井戸の水を用いてバッティングを行ったジンとのことです。なるほど。2020… あ、今年6月1日からもうすごい最近ですね。オープンしたハウスジンっていうことはこれがめちゃめちゃ最近のものなんですね。へー、すごい最新ですね。木の B エディション系は通常の木の B をキルホーマン熟成後のバーボンダルにて熟成したものになります。これですね。最後の木の B ファウンダーズリザーブですが、これはなんと軽井沢や秩父の樽など複数の樽を再利用して熟成されたジンのブレンドだそうです。へー、すごい。これもこれもウイスキーの樽使ってるんですね。特に後者2つはウイスキーと関連が深くチャンネルの趣旨に合ってるんではないかと勝手に考えお送りさせていただきました。ウイルスの影響は京都も色濃く、知り合いのバーもかなり厳しい状況であると聞いております。北海道も変わらず厳しい状況が続くと思いますが、チャンネルおよびお店のご発展を心より祈念しております。状況落ち着きましたらぜひ京都にもお越しいただければ幸いです。京都の一視聴者よりということで、ありがとうございます。めちゃめちゃ内容が濃い手紙をいただきました。ありがとうございます。いや、素晴らしいですねこれね。キルホーマンの樽ってことはちょっとこうピートが効いてるんでしょうかね、もしかしたら。どれからいただこうかな。このハウスボトルからいただいちゃおうかな。ちょっと通常の木の実持ってきますね。よし、はい、これがね通常の木の実です。結構違うでしょデザインが。すごいですね、木の実のラインナップがこんなに揃うとはね。ちょっとこれ読んでみましょう。このハウスボトルね、フラッグシップ商品木の実京都ドライジンで使用している11種類のボタニカルと、これね6つのエレメントをもとにブレンドされたこちらのジンは木の実ハウスの井戸水を仕込み水として使用しています。蒸留所スタッフにより木の実よりほのかに柔らかな口当たりの木の実ハウスのオリジナルジン43度を、完成させましたということで、基本的には、このボタニカルとかは変わらないのかな。この割り水が違うってことですね。43度でこちらは45度、こっちの方がちょっと度数が低いのかな。じゃあこれ限定ですからね、ネットとかでも買えないはずです。はい、そしてこちら46度、これは全部英語で書いてますね。そしてこれ、本製品は木の実京都ドライジンの発売3周年を記念した特別なボトリングです。創業者3人が多様な樽で熟成された木の実の中から樽を厳選し、京都蒸留所スタッフが一丸となってブレンドを完成させました。1軽井沢蒸留所、2秩父蒸留所、3アンリー二郎、シャンパーニュ、4カロニラム、5京都府の、ワイナリーの赤ワインダル、6水ならの新ダルの6種の樽で熟成した原酒を使用しています。すごいですね。アルコール度数は47度、非売品って書いてますね。売ってないのかな。じゃあまず一番ちょっとハウスジンね、これが一番味わい的にスタンダードに近いのかなと、思いましたので、これからいただいていきたいと思います。はい、それでは準備ができましたので、こちらからいただいていこうと思います。はい、これちなみにうちの店のボトルですからね。楽しみですね。ジンも美味しいですよね。でもクラフトジンって結構いい値段するじゃないですか。なのでなかなかこう手が出ないとか、バーに行った時ぐらいしかね飲まないって方結構多いと思うんですけど、クラフトジンって皆さんどういう楽しみ方してますかね。結構カクテルにしちゃう人はあんまり少ないんじゃないかなと思いますが、個人的にはこうやってねまずちょっとストレートで飲んだりとか、なるべくこのジンの味わいが分かるような飲み方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。あー、めちゃめちゃいい香り。かなりちょっと柑橘系の、まあでもよく知ってる木の美の
香りですね。いただきます。うん、あ、結構甘い、うん、こっちのちょっと木の実と比べてみないと分かんないですけど、結構甘いですね。柑橘系で結構甘くて、ジンってね、一番こう大事な要素がジュニパーベリーっていうね、木の実、まあ、それが入ってることが絶対条件なんですけど、あのちょっと松ヤニ臭い匂いあるじゃないですか、ジンのね、あれがそのジュニパーベリーのね香りなんですけど、それ以外にこういろんなこうフレーバーを入れて個性を出していくのがクラフトジンっていうわけなんですね。ここからね、ちょっと水割りとかで飲んでいきたいと思います。これね、美味しいです、すごい。まずストレートでちょっとね味を見てから、今度は冷やしていこうと思いますね。あんまりねガンガン飲むと酔っ払うので、ちょっと軽くここに入れて、そしてですね、僕は水割りとかソーダがいいんじゃないかなって結構思うんですよ、クラフトジンはね。もちろんジントニックとかにしちゃってもいいんですけど、味が結構ね、あの個性が感じ取りにくくなっちゃうので、せっかくこう高いジン飲んでるので、個性をね感じた方がいいかなとは思います。はい、ここに水を少量ちょっと入れて、まあ、そんなにたくさん入れなくてもね十分飲みやすいジンですね。うん、口当たりすごいです。いただきます。あー、ちょっとね若干こう柑橘系特有の苦味っていう感じが少しねして、でもねすごいまろやかですね。水割りでもいいですね、十分。ちょっとこのままソーダで飲みたいと思います。これか、余韻がねすごいいいんですよね、甘い余韻が残るんですよ。それがね結構特徴あるなと思います。うん、よいしょ。まあ実際ねどんな飲み方してもいいんですよ。ライム絞ったり、ジントニックにしたり、ジンライムにしたり、ギムレットにしたり、何でもいいと思いますけど、まずねちょっとこういう味わい方してからの方がいいと思いますね、最低限。うん、いただきます。あ、ソーダうまいですね。うん、僕は断然ソーダ派ですね。なんかさっき感じたいい部分がどれもね平均的にこう香ってきてね、すごいバランスが良くなりました。でジン特有のジュニパーベリーの香りもそんなにそこまで強くないので、うん、どうだろうな、ジンちょっと苦手な人でもいけるとは言えないですが、まあちょっと試してみてもらいたいなと思いますね。こっちのね木の実も相当美味しいですから、こっちはどこでも買えるはずです、ネットとかね。これうまいな。やっぱジンソーダ割りって最高ですね。次はこっち行ってみましょう。これはねキルホーマンですね、キルホーマンの樽。キルホーマンといえばアイラ島の家族経営の蒸留所になります。はい、何かと話題でね、2000年代にオープンしたばっかりなので結構新しい蒸留所でね、もう出るたびに割と新しい挑戦をしているというか、 100% アイラ島のウイスキーを作っています。原料も全部アイラ島のものを使って 100% アイラなのは、現在キルホーマンだけですね。ブルックラディがねもうちょっとで 100%、アイラになる予定なんですけどね。うん、これは普通に売ってるものなんでしょうかね、どうなのかな。そんなピートの感じはしないですね。キルホーマンって結構ね 50ppm ぐらいはピートフェノール値があるんですよ。結構あのスモーキーってことです。うん、だけどこの香りからはあんまり感じられないですね。でもね結構香り違いますね、やっぱりね。いただきます。あ、さらに甘い。
かすごい、あのよくウイスキーに感じるオークダルのバニラ感ってあるじゃないですか、あれがね感じるんですよね。甘っ。美味しい。不思議、めちゃめちゃ美味しいですこれ。ほんとね、極端なこと言ったら本当にジンとウイスキーのハイブリッドみたいな味わいを感じます。ピートはねそこまで感じないんですけど、どっちかというとこのオークダルのバニラ感ですね。ちょっと英語ですけど軽く、やっぱりバーボンバレルって書いてますね。バーボンダルを使ってますよって、キルホーマンのバーボンダルってことですね、キルホーマンを仕込んだバーボンダルってことですね。ちょっとやっぱりあの辛みはありますけど、それを通り越したらすごい甘いんですよね、これはびっくりですね。早速ちょっとロックでいただきます。これはね本当に新しい感じがします。なんかさっきロックで飲んでないですよね。飛ばしましたね、ちょっとロックで。はい、これはロックも水割りもハイボールもやりたいと思います。いただきます。やっぱりね柑橘系のこう苦味っていうのが冷やすとね途端に出てきますね。これは水割りにしても一緒かな。ちょっと水で割ります。いただきます。でもちょっと水割りで割ると苦味というよりはまろやかになりましたね。苦甘いって感じですね。結構甘さは出ますね水で割ると。悪くない。水割りも結構美味しいです。これはあの結構ジン好きの人に飲ませてあげたいぐらい。次はちょっとソーダですね。多分ソーダがまた一番いいんじゃないかなと思うんですけど、結構特徴も感じられるし口当たりもすごいというかね。ソーダで割るとちょっと甘すぎかな逆に。これはこれでありなんですけど、さっぱりじゃなくなっちゃいましたね。もともと結構甘さがあるのでソーダにするとちょっとこう甘さが引き立ちすぎちゃって、ちょっともっさりした感じが、悪くはないんですけど、ソーダはねさっきのこのハウスで木の実のハウスジンですね、これが抜群だったのでね。なるほどね、面白い。これはちょっと割る量ですね。もうちょっとソーダ入れればまたもう少しさっぱりするんでしょうけど、結構これはさっぱりというよりはまろやかって感じですね、ソーダ割りにしても。はい、それではですね最後にこれすごい貴重そうな、これ200ミリしか入ってないんですよ、しかも非売品ですからね。どうなのかな、少しね若干ゴールドなんですよね、色ついてるというか。ファウンダーズリザーブ47度。で最後はねこのせっかくいただいたグラスを使っていただきたいと思います。結構爽やかだな。でもねなんかこうジュニパーベリーの香りがねもはやね溶け込みすぎちゃって、他の香りも結構強いので、普通ジンたらこうジュニパーベリーの香りが一気にガツンとくるようなイメージだと思うんですね。だけどこれはいろんな香りがこう混ざって入ってくるので、ジュニパーベリーがもうね
一体化しすぎてよくわかんないみたいな、フローラルな感じですね。うん、いただきます。あー、これはもうね、ここまで来るとジンじゃないのかなって思っちゃうぐらい、うん、結構ねアルコールの刺激あるんですけど、さっきのキルホーマンダルを使ったエディション系ってやつね、これよりねさらに甘いんですけど、甘いんですけどくどくないんですよね。くどい甘さじゃなくてね、すごい自然な甘さ。ちょっとねこっちはくどい甘さというか、悪く言うとね、うん、不思議だな、なんか熟成感すら感じちゃうというか、うん、美味しい。これストレートで十分美味しいですね。へえ、まあ、ジン苦手な人からしたらね考えられないかもしれないですけど、ストレートで十分美味しいんですよね、うん、今度はちょっと貴重なんでね、ちょっとずつちょっと水割りも少量にして、若干結構入っちゃった、結構入っちゃいました。いただきます。あ、水割りうまいですねこれ。あー、なんか不思議な感じ、もうなんかジンを飲んでるような感じじゃなくなってきました。水割りにするとねすごいまろやかになりましたね。もともとまろやかさがあるので、それをねさらにまろやかに、度数が下がったのでアルコールの刺激が来ない分だいぶまろやかになりましたね。うん、だけど冷やしたからってネガティブな部分が出てこないっていうね、素晴らしいですね。ブレンドしてるんですもんねこれね。でまたロックで飲むの忘れてましたけどね、うん、次ハイボール、はい、次はですねハイボールをいただきたいと思います、はい、ちょっと贅沢ですがこれぐらいですね。ちなみにねこのジンソーダ、まあ、ハイボール、ここに、まあ、生ライムね、まあカクテルライムでもいいんですよ、液体のね、それを入れるとよく聞くね、あのジンリッキーっていうカクテルになります。だからちょっとアレンジとして最初こうソーダでね割って飲んでみて、ちょっと自分にはジンのこの個性がね出すぎるのが辛いっていう人はライムを入れたらね一気に飲みやすくなりますから、いただきます。あ、これはね十分美味しいです。美味しいんですけどちょっともったいない感がありますね、うん、ちょっとまろやかさがもう炭酸にかき消されちゃう感じがあるので、このファウンダーズリザーブの持ち味がねちょっとなくなっちゃうかなっていう部分はあります。うーん、いやでもね十分美味しいですね、うん、もしかしたらソーダで飲んで一番美味しいのこれかもしれません、うん、めちゃめちゃ美味しいです。だけどちょっともったいないなっていう感じはしました、はい、自分で飲んでて。 200ml しか入ってないですからね、しかも非売品ですもんね。まあ自分が美味しいと思った飲み方で飲むのが一番いいですから、うん、どんなお酒もね。いやでもねさすがにねいろいろな飲み方をしながらジンをずっと飲んでるとね酔っ払いました。しかもね今回2本撮りで、前にねミートスパゲティを食べながらハイボール2杯飲んだんですね。だからねちょっと結構酔っ払ってます、はい。というかねここにチーズが映ってるのがもう証拠ですね。さっきハイボールミートスパゲティ食べてましたっていう、はい、そんな感じでね今日は終わりたいと思うんですが、ぜひねちょっとクラフトジン飲んでみたいなっていう方はバーでね1杯2杯飲むのが一番いいんですけども、こういう時期ですからねご自宅で飲まれる方の方が多いと思いますので、最初にこの木の実はとてもおすすめの1本だと思いますので、ぜひ、下の概要欄にもね貼っときますので検討してみてください。それでは最後に斉藤真理さんのここにあるものを聞いてお別れしたいんですが、チャンネル登録
ツイッターフォロー、サブチャンネルの登録、さらに、インスタですね。インスタは今月、ちょっと企画を考えているので、フォローしとくとちょっといいことがあるかもしれません。はい、それではクロスロードラボでした。バイバイ。